写真拡大。韓国キバリキジャンで行われていた第29回 WBSCU18 ベースボールワールドカップ。野球日本代表侍ジャパン高校代表はオープニングラウンドを勝ち抜いたものの5位に終わった。高校世代では初の世界一は次回以降にお預けとなったが、選手20人にチームで一番すごい選手は誰、憧れの選手はとリサーチ。果たして結果は、選手の中では1人には絞りきれず複数を挙げた選手もいたため、票は20以上ある。最も票を集めたのは奥川京伸投手星稜だった。スピード、キレ、スタミナ、全てにおいてすごい。ニラサは高校生離れしたストレート、変化球も使えてコントロールもいい。前、全てが完璧。佐々木、甲子園の3回戦で対戦した智弁和歌山の池田も全てにおいてレベルが高いと絶賛。どれをとっても一級品のようだ。次に多かったのは佐々木明希投手、大船渡だった。今まであんな球を見たことがない。怪しい。高校最速163キロを投げるボールだけではなく、あの身長でいろいろな細かい動きができるのがすごい。遠藤とアップや練習から体の柔らかさ、器用な動きに驚いたという。3番目は森高志、都内野手、桐蔭学園。自分と同じくらいの体格で肩の強さ、足の速さ、スイングの鋭さが違う。熊田と同じ内野手からも羨望の眼差し。奥川、佐々木、そして森と一人に絞れなかった宇沼は、全てにおいてレベルが高い選手と、ドラ1候補右腕らと同じくらいの能力の高さだと脱帽する。また憧れる選手について聞くと、1位が大谷翔平投手、エンゼルスだった。南アフリカ戦で先発し、高校通算29本塁打の浅田翔太投手、有明は投打ともにすごくて、将来自分もああいう選手になりたい。奥川は巨人、菅野智之投手、西純也投手、そう、滋学園は前田健太投手、全雄、伊藤投手、津田学園は阪神、藤川球児投手、宮城大渡る投手、高南は同じ左の大投手、山本昌司。163センチの小柄なガッツマン、主将の坂下翔馬内野手、智弁学園はアストロズの小さな巨人ことアルトゥーベ内野手、林勇希投手、近江はソフトバンク監督の工藤公康氏と自分が目指すべき存在、姿に憧れを重ねている。東邦の熊田任用内野手は、難しい球でもヒットにするバットコントロールがすごいと同じ左打者の日本ハム近藤健介内野手を挙げた。山瀬慎之介捕手、星稜は名前が由来、打てる捕手になりたいからと巨人の阿部慎之助捕手が大好き。大会中も阿部のタオルをベンチに持参して汗を拭っている。チーム屈指のイケメンでもある同じく捕手の水上桂捕手、明石翔は巨人の小林誠司の肩に憧れる。またプロ野球選手を挙げなかった選手もいる。佐々木はすごいと思った選手と同じ理由で奥川京伸の名を挙げた。また宇沼勲と東海大相模は高校の先輩で、大学日本代表にも選ばれた森下翔太、中大と小松勇明、東海大とバラエティに富んだ回答だった。奈良崎豊。